いきなり即戦力として十分に期待がかかります。期待できます。矢野がマウンド上、146キロのストレート、場内がどよめいています。対するは古田。マウンド上の矢野はオープン戦では150キロを超える数字をたびたび掲示しています。この1点もやらない場面でどんな気持ちでルーキーがマウンドで、マウンドは高校時代にもかなり慣れ親しんだマウンドではあります。しかしプロに入って初マウンド、ストレートの後はカーブが決まってツーナッシング。古田追い込んでいる。しかし表情はまだまだ硬い。高木さん、はい、ここで矢野の起用というのは、やっぱ矢野 の力にかけたんでしょうね、はい、確かにルーキーでありますけども力ありますよね。斉藤ピッチングコーチも話しているんですが、やっぱり矢野はね、すごいボールをね、これのビシッときたらあれ置いてないよ、そんなコメントはありました。ただ出てくる場面が古田、ブタジーニ、池山と続くところですからね、厳しい場面であることは確かですよね。2エンド1、外のスライダー、2エンド2です。スライダー系のボール、やっぱかなり緊張していると思いますよ、そうですね、まあ、かなりこの神経面ではずぶといと聞いておりますけれども、やはりルーキープロ初マウンド、アウトコースのストレート147キロに対していろんな経験をこのマウンド上でしていくはずです。うなずいて、さあ 2-3 からセンター前ヒットになるか。追いついた石井拓郎、アウト。記録はショートゴロ、ワンアウト。怖いバッターペタジーニ、ここは初球落としてきました。初球はワンバウンド、2球目、高め、力がある。147キロ、ワンエンドワン。3球目ストレートか、曲げてくるか、高めに外れた。ダイボールの方が危険度は少ないような気がしますね。 2-3 でペタジーニは何を頭に描いているか。曲げてきましたね、今ね、スライダー、きっちりと腕を振れるか、はい、7球目矢野、ファールボール。三塁側進藤追っていく、スタンドイン、ルーキー矢野のデビューマウンド。あー、これも変化球、ファールボール。振る、もちろんキャッチャー谷繁のサインにそのままうなずいています。9球目際どい、外れた。うわー、際どい。16年目の池山と1年目の池山、今日もホームラン一発、開幕戦でも一発。外に微妙にスライドしていく、追い込んで矢野、1、2塁間を測ったように抜けていった。ペタジーニはセカンドを蹴った。三塁一塁、三遊間を破りました。スワローズに勝ち越し点。やはり甘く入ったら必ず打ってきますので、ようやく3対3。ストレート、これは伸びがあります。140、その後がペタジーニだった。もう本当に忘れても、忘れようとしてもこう忘れられない、そんなプロデビューマウンドです。これは強烈なファール。ルーキーの矢野もね、まだこう神経はさほどこうスタンドホームに送れないでしょうか。ここはスピーランナーが2人います。ここはスイングアウト、使っといて、はい、後で先発使うんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、ストレート、ここは力でいきます。状態の延長12回に矢野を起用しました権藤監督。ワンエンドワン、バッターは白石。
高いバウンド。